んの代わりに役を払います。役払い、まずは抜けるか、で月の形のそのマンションと。さあ、そして輪から2本、おめでたいところからウグイスの谷渡り、良きご縁に恵まれますようにと縁結びです。縁結び、ほんで抜けるか、抜けも戻る。さあ、今度はこの椅子を寝かせておきます。自分で起こして座るという、すごいでしょこれ、ね、猿ですよ。はい、そして輪っかが3本、ちょっと難しくなります。広いところは誰でも抜ける、狭いところの真ん中を。さあ、世の中丸く収まりますようにと、狭いところを抜けまして皆様の代わりに役を払います。役払い、よかったら皆さん一緒に協力ください。幸せなら手を叩こう。もうちょっとテンション上がりませんか。はい、ここ一番重要ポイントです。あと半オクターブテンション上げてください。例えば私、今年の7月の4日の日は北海道は稚内というところでお仕事やりました。稚内のね、お客さん面白いですよ。勝手にこんなことやってくれました。幸せなら手を叩こう、はいはいと、はいはいと掛け声が入りますと、お猿さんのテンションがハイテンションへと変わってまいります。はいはいの掛け声をください。じゃあ一緒にいいですか。大きな声をお願いします。幸せなら手を叩こう、まだまだ、幸せなら手を叩こう、幸せなら太鼓で締め、そうよ、そらみんなで手を叩こう。さあ、素晴らしいテンションになったところで、